専用コンテナによるエチレンオキシドの輸送エチレンオキシドは有機化合物の一種で三輪間の構造を持つ環状エーテルである。分子式 C2H4 号分子量44.05の最も単純なエポキシドである。別名としてエポキシエタン、オキシラン、オキサシクロプロパン、酸化エチレンエチレンオキサイドとも呼ばれ、エオと略称される。 i u p a c 命名法では、1、2、エポキシエタンが最も一般的。単体は、エーテル様の周期を有する無色の機体である。洗剤やポリエステル繊維など身近なものに使われる、エチレングリコール、エタノールアミンなどの誘導品を製造する。また、加熱殺菌により変形の可能性のあるプラスチックを用いた医療用器具の製造において、 最終工程の滅菌ガスとして用いられる。水、有機溶媒のいずれにもよく溶ける。立体的な歪みエネルギーにより、特に嗅覚剤に対して反応性が高い。他の有機物質を合成するときの中間体として用いられる。また、医療機器や精密機械を滅菌するために用いられる。猛毒。 常温大気圧下の空気中での爆発範囲は3.0から100%である。つまり空気がなくとも火花や静電気などによって爆発する分解爆発性を有する。作業環境における管理濃度は午後1時である。2012年10月1日施行の改正女性労働基準規則の対象物質となる。工業的には 銀を短治させたアルミナ触媒のもと、13パー200摂氏300度で、エチレンと酸素等を作用させて合成される。酸化エチレンの2016年度日本国内生産量は867,367トン、工業消費量は585,077トンで、ある。エチレンオキシドを最初に合成したアドルフ・ビュルツは、2、クロロイタノールと塩基を用いた。 エチレンと過酸化水素、あるいは過酸との反応によっても作ることができる。エチレンオキシドに酸を触媒として、水と反応させると、エチレングリコールが得られる。この反応で、水の量を減らせば、ポリエチレングリコールが生成する。さらに、水のない条件で酸を作用させると、カチオン重合により、ポリエチレンオキシドとなる。また、グリニャール主役と反応させると、 加水分解後に、第一級アルコールとなる。三輪間の快感により歪みエネルギーが解放される、ため、この他にも様々な嗅覚剤に対する、ヒドロキシエチル化剤として良い反応性を示す。アセタール樹脂、エピクロロヒドリンゴムなどの原料として利用される。 h t t p s w e b w i s e r n l m n i h g o v s u b s t a n c e s u b s t e n s i e d 5 2 i d e n t i f i e r e s s e l ン n 2 0 o x i d e i d e n t i f i e r t y p e n e i g h m e m e n t e m ド d 1 8 4 c a t i d o 2 4 2女性労働基準規則経済産業省 生産動態統計年報科学工業統計編。ありがとうございます。